タイセガールはアメリカ合衆国の男性ミュージシャン。ソロ活動のほか、ファズ、エップスローンズ、パーティーファウル、ザ・トラディショナル・フールズ、ザ・パーバーツ、シック・アルプスといったバンドで活動している。ソロ活動以前はアメリカのオレンジ・カウンティやサンフランシスコで様々なアンダーグラウンドバンドのメンバーとして演奏していた。2008年、ソロ名義での最初の作品として、ファーストアルバム、 ホーン・ザ・ユニコーンを発表。ウィザード・マウンテンからカセットでのリリースだった。同年、セカンドアルバム、タイ・シーゲルを、キャスル・フェイス・レコーズより発表。2009年、サードアルバム、レモンズを、ゴナー・レコーズからリリース。2011年6月、ホースアルバム、グッバイ・ブレッドを、ドラッグ・シティからリリース。ピッチ・フォークの年間ベストアルバム31位に、 選ばれた。2012年4月、タイシーゲルホワイトフェンスとして、アルバム、ヘアをリリース。さらに、同年6月、ツアーメンバーと制作した、アルバム、スローターハウスを、タイシーゲルバンド名義でリリース。同年10月、今度は、ソロ名義でのアルバム、ツインズをリリース。2013年8月、ソロ名義でのアルバム、スリーパーをリリースする。月には、 新バンドファズとしてのアルバム、ファズをリリースする。エップスロンズ、パーティーファウルザトラディショナルフールズタイシーゲルザ、パーバーツタイシーゲルマイケルクローニンタイシーゲル、ホワイトフェンスタイシーゲルバンドファズ。ありがとうございます。